とか特にあるこれといった。そうですね、あのね、切り角ある、切り角がある、はい、曲がりますね、フロントで曲がってきますね。おお、リアはあのブロックタイヤってやつですね。そうですね、ちょっと出やすいから、うん、ます、はい、四輪フリクションダンパー、ケツを追い込んで、はい、ケツ大暴れ、アタックしてます。おお、流れるアクセル抜いたら坂の上で止まったよ。いやでもあれですね、いいでしょ、この半流れのリアタイヤのこの雨濡れカーペットのこのブロックタイヤグリップ感を、まみれた、まみれました以上、アタックバギーでしたありがとうございます。スーパーセルバーとは、ね、同時に撮ってるんですけど、ハンドルが、座角が切れるんで運転の部分では楽ですね。ただ、おお、流れる付属のエンスパイクがあのエントリーモデルなので滑っちゃう感じで、ちょっとね、地面が濡れて雨が降っちゃってるっていうのもあるんで、多くを求めすぎなのかなと。ちゃんとね、スピードを殺して走らないとまずいですよね。個人的にサンダーは個人的にもうサンダーショットは大好きで、あの当時はあのミニ四駆しか買えなかった、買ってもらえなかったんで、あの大人になってからね、組み立てのキットで楽しんで組みました。再販も待ち遠しいんですけどね。2021年時点で、サンダー、同じ車種のサンダードラゴンとかファイヤードラゴンとか、あとセイントドラゴンかな、復活するんで、これの流れで、ね、サンダーショットも復活してくれたら個人的には嬉しいんですけど、ね、人気モデルだけに。わお、ダメかも。以上、サンダーショットでした。聞きたいと思います。はい、お願いします。はい。やべ、まっすぐ進まね。流れる。これの1個前が、バギーチャンプだったんですけど、バギーチャンプは、計画がなさすぎて泣きそうだったんですけど、これが逆にめっちゃ切れるんで、キュールハッピーですよ。うほう、おほー、暴れ、暴れますね。多分ジャンプは飛べないから、なるほど。あ、私が飛ぶからこいつ説明しないと誰もわかんない、本人が飛ぶからですね。でもストレート速い、うん、でもパンツはですね、流れるけど、流れるのはもうしょうがないな。そう、さっきの最終コーナーの外側でちょっと刺さったバギーチャンプを拾いに行ったら、ここのここでコケで、あ、今コケたっていうですね。やべえ、おお、いけたいけた。ねえ、頑張っております。です。自分の持ってるグラスホッパーとかホーネットのまた1個前の時代ですよね。そうですね。樹脂を頑張って使い出してるけど、まだ時空受け周りは鉄パーツを使ってたっていうけども、
ね、竹博士が、ね、あの自主パーツでこの車種のためにね、フロッグのためにこの写真作ったみたいなことを言ってたんで、慣れてくれたんですね、うん、楽しかったです。ありがとうございました、はい、マイティーフロッグ、フロッグでした。マンタレイ系なんで、フルノーマルでそれなりに走ってくれるんで、触れば触るほど良くなってくれるのかなって。本当にいいですよね。ハンドルも切れるんで。素直な操作感ですよ、本当にいい席ですね。おーおー、ラッキー。貴重なボディなんでそんなに痛めたくないんですよね。標準のマンタレーがシルバー青なんですけど、それはちょっとガンメタオレンジなんですよね。ちょっとトップオースエボリューション的なカラーリングでかっこいいなと個人的には思ってます、ね、ステッカーピックアップしてくれれば、ね、皆さんにもこれ買えるんですけどね、はい、スーパーマンタレイでした、ね、はい、参ります。あ、進む。いや、縦のトラクションがすげえ。全然違うと思う。曲がる。ちょっと高いですね。うん、おお、いい。問題はここですよ。全然違う。いい、いける。時が見える。時が見える。お、かっこいい。すごかった。あ、立てましたよ。タイヤ交換は良かったということで。以上、ライジングファイターでした。ね、はい、大成功でした。姫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。バイク食わねえ。ちょっと路面の相性が開いた。あー、林道へ走りました。さすが 4WD って感じ。車高が高いので戻ってくれました。スムーズに綺麗に飛びますね。怖い。ちょっとサイクがあらーらーらら。壊れないか心配になります。このところいい感じですね。あーグラスホッパーその位置じゃ助けに行けない。一緒でなんかあれだな、左前なんかやっちまった音がするな。ちょっと足回りが折れた感じが。
ました。行きます。おーおーおー、危ねえ。地面が滑る。あ、でも意外に足もうちょっと柔らかくてもいいかな。リア、いやー、ちょっと登った。楽しいかも。ほんのりケツが流れる感じがいいですね。相変わらず、おお、相変わらず、おお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 、ひどいですね。どこでも走れちゃうのもまたいいとこで、あお、背負い投げになっちゃった。でも楽しい。いいですね。ハンドルも切れるし、何しろ足回りがよく動くっていうのが、で若干ロールも少し減って、WT01 おすすめです。はい、モンスタービートルもどきでした。